なだこの英語に挑戦したいと思います。まあ、ストーリー小説なんですけど、いや大学入試でも難しいレベルに入るボイドですよ。ボイドを言い換えろ、 demoralizing と persevering とかね、中なしで書いてるから、いやきつくない？これも Einstein didn't become Einstein until he put in years of focused hard work. Oh shit! いたたたたたたた。では始まりました、もちゃちゃんです。さあ久々のこの画角です。やってまいりました、難関高校入試の問題特シリーズ。一発目はなだこです。はい、やっていきたいと思いますね。まあ去年やった灘高校ですね、かなり話題になりまして、今どれくらい再生されてるんでしょう。57万9000。すごっ、そんなに再生されてたんだ、知らんかった。ということで灘高の英語に挑戦したいと思います。こちらもね、問題を使ってやっていきたいと思いますね。長文問題3題、リスニング1題、語彙文法問題2題、和文英訳1題、自由英作1題。すごいね、自由英作と和文英訳あったんだ、もう忘れちゃってる。ということでどんな感じになるのかやっていきたいと思います。90分なんだね、やっていきたいと思います。 Ready? Start! どれから解こうかな。文法からやっていきますか。じゃあ補充問題言い換えか。ああ、そういうこと。英語とかないの。うん、なかなかめんどくさい和文訳だったかな。大学女子レベルだね。じゃあ自由英作。There is no smoke without fire. What is your understanding of this old English proverb? いたたたたたたた。くっつけた。ああ、初めてだ、こんなとこぶつけた。話だな。はい、一応オチまで読まなくても答え出るんだね。うん、全部の長文そうなってたな。はい、ということで31分ということになりました。まあ大学入試のレベルです。はい、全然完全に。まあ最後の長文なんかは単語がめちゃむずいですよ。まあストーリー小説なんですけど、いや大学入試でも難しいレベルに入る。まあストーリー自体は簡単です。ただ使われてる単語が非常に難しい。まあどういうのが出てるのかっていうのを紹介するんですけど、そうだったと思いますね。大変だと思うよこれ解くの。では見ていきますか。はい、それでは分析していきたいと思いますね。まず最初の読解問題。2 decades を20 years に言い換えるとか。まあこれはきついかな、中学生がやるのは。うん。で、ボイドですよ。ボイドを言い換えろって、これはなかなかじゃね？やばいよ、レベルが。で、次がバンドワゴンファン。はぁ。こうなんかすごい人気になって。ってるやつに自分も乗っかろうみたいなですね。まあ文脈でいけなくはないけど、すごい大変じゃないってことね。あ、コビ・ブライアントの先生の話でしたけど。と、和訳が、Mr. Bryan thanked his teacher for planting a seed for his interest in the written word。まあその興味を持つっていうののね、この種を植えてくれたっていう比喩じゃないですか。すご。あと、thank him for ことかな。ずーっとね、救急車が、ずーっとなんですよ、もう今。で、次が言い換え問題かな。はいはい、absent だったのが、prevent 人 from ing に書き換える。
で、It began to rain 5 days ago ってことはもう降り続けてるっていうのにすると、It has been raining にすると。Looks older than he really is ね、older であるっていうことから、見た目ほど年取ってないっていうね。It's not as old as。で、次が married をね、わざと got married to っていうのにすると。で、次は it seemed that に変えると seem to do をね。なんか昔の大学入試みたい。次の読解。Her own studies on the way our brains work have important meanings for students' attitudes toward education. まあこの和訳は、まあ、the way SV を通ってるか。で、次が説明問題。These different beliefs っていうのがあって、それの、まあ、説明問題。で、次なんかすごいいい問題といえばいい問題だけど難しいね。Einstein didn't become Einstein until he put in years of focused hard work ですね。まあ、put in で費やすなんていうのもめちゃむずいし。スタインこう、だから一生懸命やって、今みんなの知ってるこのアインシュタインになったんだっていうやつです。どこまで求めんのかね、このレベル和訳。いやー、なかなかむずいと思いますよ。で、それぞれのやっぱさ、文中にさ、demoralizeとか persevering とかね中なしで書いてるからはぁって思うね中学生が読むんですよこれまあ it の指すものはできるかなはいまあ説明問題ねまあがっつり本当に中堅国立みたいな感じ次文法 I saw the new stadium being built とかはいはい in the morning 朝こう建てられてるのを見た stadium が朝でバンと一気に立つってことはないから built じゃなくて being built にしろってことなんでしょういやきつくないこれもなかなかの悪問っていうのもあれだけどなかなかの問題だと思うんですよ smoking is not allowed まあこれはよく使う表現ねで no other student in the class is better than Kate これはよく使うよね How long has this rainy season been going on 続く This is the most boring book ever written という形で ING と過去分詞を通ってる問題いやタフだと思いますよ中学生だもんしかもこれ解くの次の読解いやこれもめちゃむずいっしょとりあえず埋めてくやつなんですけどいやむずいよこれ適切な文を選ぶ問題とか On three とかむずいね Silently mouthed on threeこれですこんなん知らんでしょ知ってんの大学受験でも知らんでしょこんな表現いやまあそう汚いんだよねこれ話がね犬が食べちゃってネックレスをさそれで出てくるのを待ってるっていう話Leave 200 unmarked milk bones in a brown paper bag or you'll never see your precious little necklace again っていうことで命令文プラス or が和訳だったりとかああ並べ替え問題ねまあ中学生にはめちゃめちゃ酷でしょ The best she got out of him was とかっていうのはこれは大学入試だったらっていうでもそもそも barp ってねゲップまで出てるね知らんでしょ中学生とか was about to give up when I spotted とかね spotted something odd spot 動詞のスポットとかねいやむずいちょっと出てきてるさ単語センティピードとかさ dart back and forth ね dangle とか probe ね調査するとか crevice とかさ eureka とかも出てきてねはぁみたいなねいやむずい単語のオンパレードだよこれ小説って難しいけどそれ中学生にやらせんだもんでまあいろいろと説明問題があるって感じで次が和文英訳ね子供の頃海で魚を捕るのが好きだったまあこれはできんじゃない、ね、When I was a child とか as a child っていうのであって I like to catch fish in the sea とかかなお父さんは笑顔で浜で僕を待っていてくれたものだったと My dadwould be waiting for me とかにするのかな With a smile とか実際こうやってる最中は待って出る最中だから would be ing の方がいいけど would wait でも丸に済んじゃないかなと思うけどね野球をする中学生が年々減っている The number of junior high school students who play baseball is decreasing year by year とかねこれはまあすぐ終わった日本人だからって言ってお寿司が好きというわけではないなるほどね大学入試だったら just because とかでやるやつでね just because the person is Japanese it doesn't mean he likes sushi とかねそういう風にどうなの Japanese people do not necessarily とかさ do not always like sushi だけでも点をくれるのかちょっと気になるはいで次が JS 作文 There is no smoke without fire 火のないところに煙は立たない What is your understanding of this old English proverb?ということで、はい、ことわざですね。まあ私は、いわゆるこのことわざっていうのは、悪いと思ってなくても噂されてたりすると。で、実際は浮気してたとか。あれ、なんでこんな悪口言われるんだろうって分かんなかったけど、なんでこんな噂だみたいなね。あ、それお前が浮気してたからだよ、みたいなね。必ず理由があるんだから。何にも。
理由がないに悪口は言われることないっしょみたいなね、そんな風にしましたけど、まあこんな長い文は書かなくていいんだろう。はい、という感じで30分ぐらいで終わりました。まあやっぱり難関国立とは言わないけど、中堅の国立ぐらいは余裕である。中学生が解くんですよ。で、単語に関して言えばめちゃむずい。ところどころ、まあ早慶受験者でも知らないような表現が出てくるって感じで、それに中がついていない。なぜだ、恐ろしい名だって感じですね。はい、どうだったでしょうか。見てみた皆さん、ぜひ感想をお聞かせください。また別のね、ここの問題解いてほしいっていうリクエストがある方は、ぜひぜひコメント欄に書いてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.